今は人のなんか理論というか、そういったところを覚えてほしいんですね。空間の生かし方です、はい、例えばちょっとまた話脱線しますけど、この腹っていう字を書かれてるんですけど、この腹っていう字、あ、はい、これもあの上手には書けてるんですけど、これも空間が白っていう部分があるんですね。この漢字の白っていう部分ですね。ああ、そうか。ここをそれも閉じてるから広くってことですね。そうなんです、そうなんです、これがなかなかできね、簡単にはできないんですけど、ここをとにかく大きく見せるんですね。大きく、そしてこう書くとなんかキュッと引き締まるような感じはすると思うんですね、はい、そうですよね、まあ、ちょっと書いてみますか。この腹っていう字は ちょっと一回言ってみます。はい、ここの空間が広いんです。ここが、あ、はい、ここが広いと首が長く見えるんですね。ここ、はい、狭いんです、この空間が狭い、はい、でここをもっとこの白っていう字角度をつけるんですね。外から中、外から中、はい、でよく見たらこう線から、もう線から僕は線ぶち当たるとこから書き始めるんです。お、はい、そうすると角度ができるんですね、ね、でそういうイメージで、じゃあこの首の部分をちょっと狭くするっていうのと、ここをぶち当たって書くっていうことを意識して書いてみてください、ね、はい、もう一回言ってみます、はい、字はあの さっきの鳥っていう字もいいんですけど、下に下がったらかっこ悪いんですね、この点が。お、これを上に上げるんですね、はい、で例えばその今の腹の下の小っていう字分があるんですけど、これがこう書いて、今こう書かれてるんですね、なんか字が下がって見えるんです。引力に負けてる感じがするんですね。ですからこれはどうするかというと、例えば子供のこの部分はこう書いたら、ここに書いてこういう形を作るんですね。お、はい、そら僕の腹もこうしてると最後あのキュッと引き締まるんです、キュッと引力に負けない字を作ってほしいんですね。とにかく重心はちょっと上に持っていきたいんです。そうですね、下がってるんですね。これもコツなんです。いす、はい、東京とか京都ってよく書きますので、あの多くの方のニーズも高いんですけど、これをかっこよく見せる方法はどうするかというと、こう書いてこれちょっと跳ねるのが、こうすると軽やかです。あ、はい、でこの横線が長いんですね。あ、そう、はい、で口を角度つけてかっこよくこう絞ります、はい、でこう縦線まっすぐ書いていただいて、そう、上の方に引力に負けないようにちょっと離して間を開けて払ってゆっくりと止まると、しっかりとしたこういう形が出来上がるんですね。あ、そんな感じですね、はい、はい、この横線が長いから字がキュッとメリハリがつくんです。これがなかったらただ単に、これがなかったらただ単にのぼーっとのべーっとしたんですね、こういう風に。そうですね、はい、そうなんです。この横線が結構ポイントなんです、はい、じゃあちょっとこれ書いてみてください。